こんにちは、モートの堀です。皆さん、バンズライフを楽しんでいらっしゃいますでしょうか。ということで、今日はバンズネタですね。その内容はタイトルにもある通り、みんなが知らないオーセンティックの魅力です。私はバンズ自体が好きなんですけど、特にオーセンティックが好きで、例えば10足バンズを買ったとしたら8足か9足はオーセンティックになると思うんですね。それってただなんとなくオーセンティックが好きなんですということではなくて、好きなね、明確な理由がちゃんとあるからなんですよ。ということで、今日はバンズの中でも私が一番好きなオーセンティックについてお話をさせていただこうと思います。オーセンティックが好きな方も、バンズは好きやけど、エラとかね、オールドスクールとか、他にも人気モデルがいっぱいあるんで、オーセンティックまだ履いたことないよっていう方もいらっしゃると思うんですけど、この動画を見ていただくと、ちょっとオーセンティックに対する見方も変わるんじゃないかなと思ってます。それで次はね、オーセンティックちょっと履いてみようかななんて思ってもらえるきっかけになれば嬉しいなという感じです。では早速参りましょう。みんなが知らないオーセンティックの魅力。ということなんですけど、このオーセンティックっていう靴をね、なるべく簡潔にまとめるとしたら、バンズの原点であり、スケートシューズではない靴というような表現になると思うんですね。これをね、掘り下げていけば、その魅力がどっと溢れてくるので、きっちりと、説明していきたいと思います。まずはこのオーセンティックについて掘り下げた説明をするには、バンズの歴史についてもお話をする必要があると思うので、それをね、お話ししながらこのオーセンティックの解説っていうのを交えつつ進めていきたいなと思います。バンズは1966年にアナハイムにバンドーレンラバーカンパニーとして、1店舗目をオープンさせたんですけども、ポール・バンドーレンさんとその弟のジェームズと、あと仲間2名ですね、で立ち上げることになりました。バンっていうのはね、名前なんですよね。なので、バンズということになります。この時のメインのモデルっていうのがこのオーセンティックだったんですよね。当時はスタイル44っていう名前で呼ばれてました。今のバンズのメインのモデルはっていうと、エラとかオールドスクール、スケートハイ、スリッポンとか、その辺がメインのモデルになると思うんですけど、66年のオープン当初はその辺のエラとかスケハイとかスリッポンとかね、そういったモデルはまだ存在してなかったんですよ。この4つのモデルはっていうと、まず1976年にこのオーセンティックの進化版としてスタイル95エラが発売されて、でその翌年77年にはオールドスクールとスリッポンで、78年にスケートハイっていう感じで、70年代後半にも続々とね、ニューモデルが発売されていくことになりました。なので実質オープンからね、10年ぐらいはこのオーセンティックを中心に規模を徐々に拡大していったということになるんですね。でさらにちょっと面白いのは、バンズって創業当初はね、カスタムメイドのスニーカーを売ってたんですよ。いわゆるね、オーダーメイドのスニーカーですね。これは80年代だか、90年代初めだかちょっと分かんないんですけど、結構ね、最近まで続いてたみたいです。でなんなら1966年の3月16日のオープンの時にはね、その店舗のオープンをもう急ぎすぎて、在庫が全然ないままの状態でオープンしたらしいんですよ。なので、初日はもうオーダーのお客様だけだったらしいです。12名だか、なんか16名だかなんかちょっと忘れましたけど、そんな方がお店に来て、形と、色、生地を選んでもらって、また後で来てください、みたいな。で、それからね、店の後ろで、工場があったんで、そこでこう作ったやつを納品するみたいな、そんなスタイルだったらしいんですね。なので、その後は、普通に店頭で商品を並べて販売するっていうものと、オーダーで受けたものを製造して販売するっていう、そういうスタイルで、徐々に店舗展開をしていったということになります。あとちなみにアメリカではバンズカスタムズって言って、自分で、好みの色をこう組み合わせてバンズを作れるっていうね、そういうシステムが多分今もやってると思います。日本からは確か買えないはずなんですけどね。なので、向こうにね、友達がいてたりとかするような方は一度チェックしてみると面白いと思います。とそんな感じで、今メインで人気のあるバンズのラインナップの中で唯一このオーセンティックが創業当初から、あるモデルということになるんですね。なのでオーセンティックはバンズの原点と言っても過言ではないのかなと思っているわけです。他にも当時もね、モデルはちょっとあったらしいんですけどね、で初めにバンズの原点でありスケートシューズでない靴というふうに言ったんですけども、スケートシューズじゃないってどういうこと、だってバンズやでって思われると思うんですよ。バンズって今でこそこれじゃないですか。でも実は創業当初って全くね、これの要素ってなかったんですよ。これをご覧いただくと、これ1号店の
外観なんですけども、デッキシューとかテニスシューズとか書いてますよね。このデッキっていうのはこのデッキじゃなくて船のデッキなんで、まあ、いわゆるトップサイダーとかああいう感じのやつですよ。こっからもわかるようにバンズってそもそもスケートシューズとしてスタートした靴屋ではなくてハンドメイドのスニーカー屋さんだったんですね。まあ、時代背景もあってオーセンティックが徐々にそのグリップ力がいいぞみたいなことになってスケボーで履く人たちが増えてくるんですけど、もともとはスケートシューズではなかったと。エラだってオールドスクールだってその他の定番モデルだって基本的にはスケートとか BMX とかを意識した販売戦略が組まれてきたモデルです。に対してこのオーセンティックに関してはバンズっていうスケートカルチャーとね切っても切れないその関係性のあるブランドの主要モデルでありながら、実はスケートシューズではないと、そんなモデルなんですよね。なので、まあ、定番のねラインナップの中に、まあ、何食わぬ顔でしれっとね、まあ、エラとかオールドスクールの横にこう普通に並んでるんですけど、実はこいつだけねちょっと毛色の違うモデルなんですよね。もう言うたらね異端児的な感じですよ。どうですかね、ちょっとはこのオーセンティックに対する見方変わってきましたかね。まあでもこれじゃあまだ、まあ、スケートシューズではなかったということは分かったと。ただまあそれがなんで魅力的なのかはまあ、ちょっといまいちピンとこうへんみたいな感じだと思うので、まあ、もうちょっと掘り下げていきましょう。さっきも言ったように1966年に創業したバンズはじわじわと規模を拡大していきます。で76年にトニーアルバ、ステーシーペラルタとかとタッグを組んでこのねスタイル44を進化させてよりスケボーを意識したスタイル95っていうモデルを発売します。これが今でいうエラーですね。つまりスタイル44、このオーセンティックのアップデートバージョンがスタイル95エラーなんですよね。初めに発売されたモデルはこんな感じの赤青のツートンのやつでオフザウォールっていう打ち出しで、発売されてました。でここでエラとオーセンティックについて、まあ、バンズ好きな人なら、まあ、今更って感じだと思うんですけど、ちょっとよくわからないっていう方もいらっしゃるかなと思うので、まあ、簡単に説明しておきます。でこのねエラとオーセンティック、こっちがオーセンティックでこっちがエラです。でこれねどこが違うかっていうと、もう細かいことを言うとあれなんですけど、ここのねこれエラなんですけど、エラにはここの履き口のところにあのクッションが入ってます、うん、こっちのオーセンティックの方はこういう感じ、ここにクッションがないんですよね、うん、とまあそれぐらい覚えておいてもらえればいいかなと思います。このねスタイル44の進化版がスタイル95エラーなんですね。で、まあ、とにかくアッパーのデザインは本当によく似てるんですよ。となるとこれだけよく似たモデルってどちらも必要なんですかとなるのが普通だと思うんですよ。でも実際スタイル95が発売された後もスタイル44はずっと発売され続けてるし、今も定番のラインナップの中には2モデルともきっちり揃ってます。さらにバンズといえば70年代以降、さっきもちょっと言いましたけどスケートとか BMX とか音楽とか西海岸カルチャーと密接に関わる販売戦略をとって成長してきたブランドなのに、アクションスポーツを意識したシューズではなかったこのスタイル44というモデルにオーセンティックっていう名前を与えてるんですよね。これってすごく面白くないですか？だってオーセンティックって本物とか真のとかっていう意味なんですよね。私はそこにまあなんかね悪い意味ではなくてすごい違和感を感じるんですよね。バンズのオーセンティックってこれなんやみたいな、なんか老舗のうどん屋なのに名物たぬきそばって書いてあるみたいな、まあ、それがちょっと例えとして合ってるのかどうかわからないんであまりちょっと突っ込まないでください、まあ、そしてそれが改良して生まれたスタイル95、これにはエラ時代という名前を付けてるんですよね。これも結構面白いですよね。まあ今はねどちらも人気のあるモデルとして発売されてるわけなんですけど、このねスタイル44がなぜオーセンティックになったのかとか、なんでスタイル95っていうめちゃくちゃよく似たモデルがありながらレギュラーメンバーとして、まあ、居続けることができてるのかとか、まあ、その辺はね推測するしかないんですけど、まあ、考えられるとしたら実際にエラが発売されるまでの間長い期間にわたって、まあ、これをねずっと、買っていた人たちがいて、
もう他のモデルが発売された後もやっぱこれじゃないとみたいな、そういうファンの人がいっぱいいてたから、他のモデルが発売された後も結構売れていたのかもしれないですし、もしかしたらポール・バンドーレンさんがこのねオーセンティックスタイル44に対して何か強い思い入れを持ってたのかもしれないですよね。まあでもこの2つのモデルを継続して販売し続けている裏にはバンズのブランディングというか思いみたいなものを感じるところがあって、まあこれ誰に聞いたわけでもなく私が勝手に考えているだけなんですけど、まあバンズが好きな方ならね、ちょっと思い出してほしいんですよ。エラとオーセンティックの配色とか色、これをね、ちょっと思い出してみてください。エラってツートンのモデルがまあ多いじゃないですか。に対してオーセンティックは単色とか、まあ柄物であっても、一色使いのものが多いですよね。これってね、なんとなく気がついているようで、でも明確にね、あんまりこうね、意識することってないと思うんですよ。僕もね、これって、まあ、明確にこれを意識し始めたのがちょっといつか覚えてないんですけど、ある時に、あ、そうなんやなって思い始めて、まあ、今に至ってるわけなんですけど、こうやって2つのね、モデルをブランディングして、二足にそれぞれの道を与えてるというか、なんならオーセンティックをこう生かす道っていうようなね、考えもあるのかなと思ってみたり。まあそれはね、オーセンティック美意気のこう考え方というか、オーセンティックを擁護するような考え方なのかもしれないですけど、まあそういうのがね、あるんじゃないかなと思ったりしてます。うん。あと、まあ色についてちょっと面白いなと思うところは、1976年にスタイル95エラが発売された時には、こんな感じのね、赤尾のツートンだったじゃないですか。これってね、バンズがずっと続けてきたオーダーシステムっていうのが浸透をしてきた結果なのかなと思ったりしてます。オーダーでね、いろんな色の組み合わせのバンズを作れるっていうことが、まあ、浸透してきてたので、もうこの頃はもうバンズといえばもう多色でしょみたいな感じの雰囲気があったんじゃないかなと思うんですよ。実際この後も80年代とかにこう発売されてるバンズっていうのは、うん、オールドスクールだって、スケートハイだって結構ね、多色使いのものっていうのがいっぱい出てきてるんで、うん、そのね、オーダーのイズムみたいなものが今もこうして、型数少なめ、色バリエーション豊富、柄バリエーション豊富みたいなブランドのスタイルにつながってるのかなと、そんな風に考えてみたりするんですけど、実際はどうなんでしょうね。とまあちょっと話がそれましたけど、そんな感じでね、オーセンティックは他のモデルとはちょっと毛色の違うモデルなんですよと。となった時に、これがスタイリングとして取り入れる時にね、大きな効果があると思っていて、これもね、私が感じているオーセンティックのとても大きな魅力の一つだと思っているんですよ。透け臭感が他のモデルに比べて弱めっていうことで、西海岸っぽいスタイルだけではなくて、なんとなく東の匂いというか、ちょっとデッキシューズ的な使い方なんかもありかななんて思っていて、そういったね、使い方をしても結構いい感じにはまってくれるんですよね。まあ、とにかくね、いろんなスタイルで履くことができるんですよ。もちろん色とか柄によってもそのテイストっていうのは大きく変わってくるので、まあ、一概に言えることではないんですけどね。まあ、なので基本的には西海岸のスタイルが好きなんですけど、 IB とかね、プレッピーとかそういった東のスタイルっていうのも好きっていう私のような人間にとっては、まあ、このね、一足でいろんなスタイルをカバーできるっていう点において、ものすごく優れたスタイルの靴だなと思うわけです。それが私にとって大きな魅力の一つでもあるんですよね。ということで、ダラダラとオーセンティックについて、お話をしてまいりましたが、オーセンティックいかがでしょうか。そんなところが私が考えるオーセンティックの魅力、好きな理由ということになります。ちょっと一回履いてみようかななんて、いう気持ちになっていただけると嬉しいんですけどね。で、今回のね、このオーセンティックのお話をさせていただくにあたって、まあ、話す内容を大体こうまとめていってると、本当はね、この倍ぐらい時間がかかってしまうボリュームになってしまったんですよ。なので、実はね、これ前半部分の半分だけしかお話ししてないんですね。内容をこれ薄くしてギュッと詰め込めば、同じ時間で全ての内容をお話しすることはできたと思うんですけど、ただでさえ日々のその YouTube の動画を撮るにあたって内容をね、かなり薄くして、もう余計なことを喋らないようにしてっていう感じで撮ってるんですよ。それでもかなり長くなってしまうので、もうこれ以上内容ちょっと薄くするのはどうかなっていうところもあったので、もうそれやったらもう2回に分けてしまおうと思ったわけですよ。なので、そのまとめた前半部分っていうところで、今回はオーセンティックの魅力っていうところにフォーカスしてお話をしたわけなんです。
まあ、初めにも言ったように私が履くバンズはほとんどがオーセンティックで、今回お話したような理由でオーセンティックが好きだからオーセンティックを選んでいるっていうことなんですけど、オーセンティックを選ぶ理由としては実はこれまだね、半分で、もっと明確にオーセンティックじゃないとダメな理由っていうのもあるんですよ。これはちょっとこのバンズのブランドがどうこうとかっていうようなものとはちょっと違うアプローチのお話になってくるので、まあ分けてもいいかなっていう結論に至ったんですね。なのでまた次回になるのか、その次の次になるのかちょっと分かんないですけども、もう極力近いうちに私がバンズを選ぶときにオーセンティックじゃないとダメな理由というのをお話ししたいなと思ってます。まあ、あるんですよね、実はそういう明確な理由が。なのでまたね、チャンネル登録なんかをこうしていただいたりして、まあ、チェックしていただけるとすごい嬉しいなと思います。あと最後にちょっと余談というか、まあ、オーセンティックに関わることで私自身、まあ、なんでかなと思う謎というか疑問があるので、それもちょっとお話しておこうかなと思うんですけど、ポール・バンドーレンさんってそのバンズを立ち上げる1966年なんですけど、そのね以前は、古着好きの方ならご存知だと思うんですけど、ランディっていう、そのブランドがあるんですけど、そこの会社で副社長までこう成り上がった、やり手のねビジネスマンだったらしいんですよ。まあおそらくね、売上受け負い人的な感じで頑張って働いてたんだと思うんですけど、多分その66年にバンドを立ち上げるにあたって、まあ65年とかに辞めてるんだと思うんですけど、この65年にランディから、スケートシューズを歌ったね、720っていうスニーカーが発売されてるんですよね。ボーンって広告を打って、発売してると。なので、それをね、きっと知ってるはずなんですよ。もうなんならそれの手掛けてたのもひょっとしたら本人かもっていうぐらいの感じだと思うんですけど、なのに自分が66年にお店をオープンした時にはスケート感を一切打ち出してないわけなんですよね。それがね、まあなんでなんかなっていうのが結構謎というか疑問で、そのランディっていうね大きなブランドが新しい、モデルを打ち出すっていうのはきっと時代背景とかも考えて、まあいけるぞと判断したその打ち出しじゃないですか。まあ、さらに、実際ね、ちょっと、売れてたらしいんですよ。まあ、時代背景もあって。なので、それを知ってたはずなんで、なぜ、それをね、自分の店に取り入れなかったのかなっていうのが、すごい、こう、マーケティング的な目線で、ちょっと疑問というか。まあ、実際は、そのランディでは発売してたけど、スケートシューズなんてそんな売れへんやろって思ってたからなのか、それともこれまで安定してきたスタイルの靴を手堅く打った方がいいから余計なそのテイストを混ぜない方がいいと判断してスケート感を出さなかったっていうことなのか、そこがねマーケティング的なこう目線で、まあ、謎というか疑問なんですよね。そんなことを今となってはもう分かる方もきっといてないので、まあ、これは解けない謎のまま終わるんだと思うんですけど、それがね何なのかなと思ったりしてます。とまあ最後はねちょっと関係のない話になってしまいましたけども、今日はオーセンティックについて、お話してまいりました。ちょっとねさっきもお話したようにオーセンティックじゃないとダメな理由と、今日本当はお話しする予定だったその後半部分っていうのも近いうちに動画アップしたいと思いますので、よろしければチェックしてみてください。まあ、今年はね自分の感覚的には、まあ、オールドスクールの年だったのかなっていうような、今なんかちょっとオールドスクールが熱い感じですよね。だから、まあ、来年はどうなるのかなと思ったり、オーセンティックの年になったらいいななんて思いつつ、どうなるんでしょうね。とまあ、今日はこんな感じで以上になります。今日の動画が良かったよという方は高評価ボタン、またよろしければチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ペース遅めなんですけども、これからも動画更新頑張っていきますのでよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。